BTS、RM、シュガ、ジン、j h o p e ジミン、V、ユング・クーク、メンバー7人が、休暇と日常の間、というコンセプトで、森の中にてリラックスした時間を過ごすリアリティ番組、インザ SOOPBTS バージョン、シーズン2、2021年制作、の第4回が、9月22日にレミノで配信された。 第4回では豪華な寒牛パーティーを開催し、最後の最後まで休暇を満喫しまくるメンバーたちの姿が映し出された。以下、ネタバレを含みます。写真、BTS の国宝級イケメン、V、年上のメンバーに絡む可愛らしい一面も見せる。スポーツバトルに五輪観戦と休暇を惜しみなく満喫。 同シリーズはステージ上でパフォーマンスを披露する姿とは異なり、自然豊かな癒しのスポットに全員で滞在し、自由気ままにやりたいことに夢中になる BTS のメンバーを見ることができる人気のヒーリングバラエティ。第4回は、前回に引き続き昼寝中の J-HOPE 以外の6人がジョック、ジョック、対決で盛り上がる様子からスタートした。白熱する試合は、 運動神経の良いメンバーたちのプレー工場の成果もあり、両チーム互角の勝負に、大はしゃぎの6人だが、接戦の末、V が最後に華麗なシュートを決めて勝利を飾った。試合を終えたメンバーたちは、夕方まで外で遊んで家に戻ってきた子供のように、シャワーを浴びたい。でもご飯を先に食べたい。と口にしながら、ラウンジに集まり始め、 昼寝から目覚めた J ホークも加わり、ユングクークが準備しておいた茹で豚に食らいつく。また、ジョック終わりにもかかわらずシュガも台所に立ち、クリスピーポークを調理。テーブルの上にはシュガ特製のクリスピーポークも登場し、ビールと一緒に食べた RM はあまりの美味しさに拍手してしまう。屋外でのアクティビティに疲れ果て、早めに寝床に向かうメンバーも多い中、リビングでは撮影当時、 2021年に開催されていた東京2020オリンピック競技大会のテレビ観戦を楽しむメンバーたちの姿が。実は、2日目も7人全員でリビングに集い、選手たちを応援していたメンバーたち。スポーツはドラマみたいだよ、ユングクーク、映画よりも劇的だ、RM、と、韓国チームの奮闘に興奮する中、 自民が僕らがビルボードで1位を取ったことも実話の映画だよと発すると確かにと自分たちの功績を称える可愛らしい場面も再び新しい朝を迎え雨がしとしとと降る中シュガはユングクークを誘い出しトレーラーハウスで新曲の作詞の作業をすることに休暇にもかかわらず アーティストとして熱心に作業する二人の貴重な姿が見られたことも喜ばしいが、森の中での作詞は初めて。と、無邪気な様子のユングクークも微笑ましい。特大の牛ヒレ肉に、美味しすぎる。の声多数。一方、他のメンバーたちは甘足が強くなり始めたため、各自部屋で絵描きに没頭し始める。そんな中、V は J ホープの部屋にやってきて、まだ未完成だけど、 ここまで可愛く描けた。と誇らしげに自分の作品を見せ、J-HOPE に上手だね。可愛いと優しく褒められるというやりとりを展開。これには見ている方も思わずほっこりしてしまう。夕食は、韓牛パーティーを開催することになったメンバーたち。特大の牛ヒレ肉を器用に下処理するシュガトジンのもとへ J-HOPE とジミンも加わり、豪華な肉料理を調理し始める。 牛ヒレ肉を屋外のグリルで焼いている間、シュガーはいとも簡単にユッケも作り、各自お酒を持ち寄り、寒牛パーティーがスタート。美味しすぎるよ、本当にうまくできていると簡単の声を上げ、あっという間に楽しい時間は過ぎていく。インザ SOOP とは、との問いに、7人だけの時間、と答えた RM の言葉の通り、 森の中でリラックスする彼らだけの休暇も終わりに近づき、翌朝には、日常に戻るための荷造りを始めるメンバーたち。たくさん遊びました、と満足げなジミーや幸せだ。と笑顔で答える位など、束の間の休息を存分に楽しんだメンバーたちはトレーラーハウスに集まり、チキンとビールで乾杯して森での生活のフィナーレを迎える。